んこんにちは。動画投稿者の小川たまきです。はじめまして。今日は初投稿記念にベイブレードを2つ紹介したいと思います。1つ目はキラーデスサイザー7ボルデックスオービットです。2つ目はブラストジニウスウィングバージです。今日はこの2つをの特徴や説明を押して対戦させていきたいと思います。ではキラーデスサイザーの紹介です。はい、キラーデスサイザーのレイヤーの特徴はここの水色のところがスライドして1回に2回攻撃できるという特徴を持ったレイヤーです。2つ目のセブンは、ベイブレードバーストシリーズの中で一番ディスクが重いと言われています。ディスクのフレームのボルデックスはここの 3つの点で相手を攻撃します。それでオービットは強烈な一撃を受けても受け流すというすごい能力を持っています。2つ目のベイの紹介はブラストジニウスリングマージです。ブラストジニウスレイヤーは攻撃を受けるとここの薄水色の部分が上に上がり大幅に防御力がアップするという性能を持っています。ディスクのウィングは右回転に回ることでアッパーフォースを生み出し相手に強烈な一撃を与えるという性能を持っています。3つ目のドライバーのマージは、ラバー軸と軸先に分かれており、 それでアタックモードか持久モードか を選べることができます。それでは早速この2つのメインを紹介バトルさせていきましょう。それでは対戦を始めていきたいと思います。まずはキラーデスサイザーの先出しで3ポイント制でやります。3、2、1、ゴーシュブラストジニウスの1ポイント。2回戦いきます。3、2、1、ゴーシュー。ゴーシュサイザーの1ポイント。これは最後の対戦です。いきます。3、2、1、ゴーシュゴーシュ。キラーデスサイザーの勝利です。キラーデスサイザーが2点、ブラストジニウスが1点、よってキラーデスサイザーの勝利です。